サードシーズンに入りました。スゴロク希少当時で1000枚以上379枚。あ、だいで、うわー、うっ、あ、大丈夫だよね、ちょっと待って、ぜぜ、あ、いや、やだ、もろた、できなく、やばい、よし、いただきます。300だな、300乗せる。いいじゃん、OK、いいよ。来い、来い、待て待て待て、落ち着け、腕は焼くとか、なんで引けない、お、よし、30、 OK、 カットイン欲しいな、おい、ルールゲームってどういうつもりだ、青、青とかでもいいから、なんかちょっともうちょっと、ああ、楽しませて、ああ、うーん、140ゲームかー、なんとも言えねえ、まあもちろんこのままのゲーム数じゃ1000枚なんて目指せないんで、なんかどっかでレア役引いて乗せて、ゴールドセイントバトルとか入れちゃってをやらなきゃいけないです。やばい、あと50ゲーム何にもできない。お、上がるじゃない、いや頼む、もうゲーム数のやつでも、もう何でもいいから、とりあえず上乗せが欲しい。あー強い強い、何も引いてないですもんね、ジャクチェリーしか引いてないけど、あー、まあ緑までしか行かなかったけど、あると思うんだよな、赤字来い、よし、 OK、 よし、セントアタックもらった、危ない、もう一桁、なんだろう、あ、でもゴールドセイントバトルじゃないかもしれないしな、あー、まあでもいい、氷河でいい、50欲しいですね、出ろ、よし、まあ50だと思う、大体50、うん、十分、ありがたい、よし、500枚はオーバーしたけど、やっと折り返し地点、せいやだったらな、1000枚なんて全然ペロッと出るはずなんですよね、ああ、はい、もう勝つしかない、これは頑張ります。まあでもクリシナとかだよね、そうなんです、50%、もう初戦負けしそうだな、耐える、え、いやいやいや、耐えない、耐えれるよ、耐えれる、嘘、ほほほ、速攻で負けちゃいました、579枚、あー悔しい、ちょっとだけ回します、やめた方がいいかなと思います、せいやはやめます、やめてもいいですよね、やめます、はい、いろいろとちょっと見て回ったんですけど、まあ1000枚いけそうな台ってね、結構難しいかなっていう気もするんですが、一撃
まあ、正宗3がちょっと緑だったので2ゲームだけ回されてるけど、多分初期ですね、初期緑なんで、まあ、ちょっとモードいいかなと思って、あんま普段全然打たないんですけど、突破できればいけるかなと思うんでトライします。だから緑だとチャンスか、出陣モード出陣連出陣 EX 裏とかですよね。まあ、なんで早めに本当、お、いいねいいね、いいとこうぜ。はい、え、すっごい久しぶり打つので、今持ちコインは500枚ほどおそらくあると思います。今年2万4000円の500枚という、思いっきりマイナスはマイナスです。さあこれがダメで前兆に行くと思うんですけど、違うかなですね。はい、出陣に行きました。よし、だよね。でなんかセリフ、出陣の時は近い、本当かな。全然チャンスゾーンもね、あんまり当たってくれないイメージなんだよな。おう、復活、お、復活した。おう、チャンスゾーン行きますか。はい、あ、そうだそうだ、なんかこの数字がそのままパーセンテージになるんですよね。そう、360兵力、はい、いきます。あ、酔っ払ってる、うん、酔ってるね。え、これって黄色ですよねキラキラしてるけど黄色ですよね、金じゃないんで。はい、すごく金に見える。でもまあね、360でまあ金なわけないな。まあでもちょっと良さげ、チャンスアップ来てますよ。はい、あれ違うのかな、さっきのでもチャンスアップですよね多分ね捨ててる。大丈夫だよね、やった、よしやりました。はい、いや、結構早く当たったんじゃないですか。178ゲームです。持ちコインない、余裕の持ちコインないで、突破しなきゃいけないやつですよね。2回2000、え、こっち、え、どうしよう、レンタでいいですか。よし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 、いけるね。え、70%、え、待って、70%ってさっきもなんかで見たけどまあでもさっきもね突破してるんで大丈夫よ。よし、これはなかなかチャンスありと思います。はい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 、あー大丈夫、助け、やけどしないうちに帰ることをおすすめするよ。そうですね、真田の忍び相手になろう。不安だな。真田の忍びは降参、我が忍術とくとご覧あれ。いやー、大丈夫、狂ってくれました。よし、オッケーオッケー、よーし、サスケでもいいよ。おー、うん、大丈夫でしょう。いや、
深夜まさぶれ最高には負けない。よし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 チャンスチャンス。あーいやー嬉しいです、突破できちゃうだって。いただきます。よしやりました。いつ見ても派手だな。ほい、オッケーオッケーよかった。よし伸ばすぞ、伸ばさなきゃならん。ここまでたどり着いたな。赤七尾メロン。ゲイ。木村決戦。木村決戦。エティ突入です。頑張ります。そうそう。このタマが1個か、まあ100杯。ほい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 、熱、ほい、激アツいただきました。はい、ほい、さあ、お、押せ、さらに、ほい、一個、あー、まあ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 、50%、カブト全然、僕に全て任せてくれ、あー、オーケー、頼むよ。もう一回引いた。よし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 。危ない。ゾッとします。五十。このこれがね、一個だとちょっと厳しい。あ、厳しいって、でも大体一個なんだよな。三日月目か。やばい。終わるんじゃないかこれ。あ、よかったよかった、危ないよ。一個、あ、100パー、三日月目、しかも2個もらえる。チャンス、チャンス来た、チャンス。あー、そっちねえ、チャンス、チャンス、お、お、あ、違うの。チャンスは？勝負だ！はあ、こういう時は順押しか中からって決めてるんですけど、順押しで、ちょ、一回戦歴見ますか。中。中だとこうなんすよ、いつも。OK。順押しでいこう。順押しでいきます。ダメ。はい。300枚ジャスト。悔しい。231。あ、もう全然。右でしたもん。右ファーストでしたもん。絶対選ばないんで。どっちみち無理でした。300枚か。次回。出陣にて勝利を収めよ、さすれば決戦の道は開かれん。お、あ、これって多分甲状腺引けばもう直撃的な突破うわ、でも裏モードの滞在期待と約 70% もある。チャンス&出陣連出陣 EX の滞在を否定。なるほど、これは行くべきでしょう。 OK、もうワントライさせてください。
まあ、カウンターが15、16に行くまでが大変そうですね。サクサクナビ引けないものか。あ、不動の極意だ。チャンスゾーン、まあ、サクッと当ててしまっても良いのではないでしょうか。これはでもむずいんじゃないか。23230、お斉藤さんです。まあ、チャンスアップしてないけど、ワンチャンあるのか。ダメ、ちょっと足りなかったか。やっぱりおお向かってきた。当たるのか。はい。また結局チャンスゾーンから行きました。343ゲームです。もうでも本当50枚もない。登場こそが戦の花よ。さあ、真田丸向上戦突入。行けます。よし、よし、よかった。お願いします。アタベでもいいよ。あ、じゃあもうサイズがいい。あー、なんか負けそう。あ、でもなんか引いてる。あー、真ん中ちょっと微妙じゃん。あー、チャンス目、チャンス目。やった。よいしょー。さて、2度目のチャレンジです。任せるかな。千枚出したいのはもちろんなんだけど、完走させたいぐらいの気持ちです。おー、まだまだ行くぞ。さすがに、はい、うん、まあ良い。おお、揃った。おる、強い。よし、勝った。お、チャンス。あら、そっち。おお、もう一個とかもらえたりするかな。ないか、ないのかな。どうだろう。おー、そうなのかい。あ、追撃ね。はいはいはい、これこれ。よし、ここカットインしたらスローの確定かな。すごい感じがしますね。うじまい。あ、ちょっと弱い。弱のカットインがあるってことは揃わないこともあるのね。あ、でもリプレイだ。あ、終わっちゃった3回。まあ、130枚。ありがたいで。はい、ガンガン行くのじゃ。うん、
オッケーでしょう。よし、良きです。ですね、はい、どうですか。やった、よしよしよし、結構うまいことやれてますね。ほら、いや900枚まで来てますよ、マジで。ちょっと力んじゃうな、リラックスしていこう。お、赤い、赤、うわ、黄色の500で赤7、これは欲しいな。え、嘘でしょ。やだ。あ、出るのね。あ、よかったよ。あ、よかった。ちょっと怖いよ。あと1個でいけるんじゃないかな、変に減ったりしなければ。よし、行こう。行こう。黄色か。ちょっと待って。でさ。なんで？あー、あと3ゲーム。お、お、黄色でしょう。あれ、黄色の三日月イベントでもいいんだよね、多分。あれ、ないのかな。そっか、普通の兜揃いかな。え、待って、もらったなんですけど。左右かな。もうこれやってたらもうね、クリアですよ。いや、なんでこんな時に、くそ、うん、うわえー、なにこれ、ショック。947枚です。おまけはないですか。おまけはないですか。次戦終了です。お疲れ様でした。もう惜しかった。悔しい、すごい悔しい。投資が24,000円で、回収が959枚ということで、マイナス145枚です。もうね、でも終始どうでもいいんですよ、本当に。もうマイナスとかも別に全然いい。しかもちょっとだし、悔しいな。もう行ったと思いました、行ったと思いましたよね。もうなんか、あいつあの台この企画知ってんじゃないかっていうようなところで終わらせてきて、まあでも今日はせいやも突破して、あ、違う、その前にモンキータウンって言ったんだ。モンキータウンもね、早めに当たってまあまあ出したし、せいやも突破してまあまあ伸びなかったけど、結構頑張ったと思うんですけどね。はい、ということで、まあ達成ならずですね、無茶ぶり。でも本当に逆にあんなギリギリで終わらす方が難しいと思う、マジで。ショックだな、そこで
三択当てれたらかっこよかったのにな。三択じゃねえや、六択だ。無理無理、六択は無理。まあ次回ちょっとだけまたミッションが難しくなってこうすごろくなかなか進めない感じにはなっちゃうかもしれないんですが、まあでもね、早い段階でクリアしちゃえばもう一回転がしてね、一日の収録で何回も進むこともできるかもしれないんで、まあ、それを狙っていこうかなということで、第1回目は本当に本当に惜しい結果になっちゃいましたが、引き続きサードシーズンの方見守っていただけると嬉しいです。ぜひね、チャンネル登録そして、グッドの評価の方も、たくさんお待ちしております。次回こそは達成してみせる、そしてスゴロクをさっさと、ゴールに導いてご褒美いただきます。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。